今日ね移動してまいりました。ゴミはね、ダメですよ。ここいかにもって感じなのにな。いかにも釣れそうな感じがするのにな。なんか濁ったですね。兄ちゃんはあれ吊るしに行った、また向こうに行った。向こうに行った。どうなんじゃろうな。でもバスってさ、そもそもさ、岩場にしかせんけんさ、そのウィードがあるところにさ、ウィードにつけんけん。雨が降ってなかったらファイトができそう。こっちの川。今日雨降っとるけんな。お、その岩の間から食い上げてくれやろな。え、何、鯉のぼりが見れるん？鯉のぼりが見れるん？まあ雨だし、そこ雨パワーでワンチャン釣れんかなと思ったんだけどな。ダメか。釣れたら教えてよ。釣れたら教えてよ。壊そうるん。食ってくるん。
ほんほん、俺も上の池に行こうかなと思うんだけど。出す、うん、出す。ギル、ギル捕獲。意外とでかい。うん、また釣りに。うんうん。うんうん、ギルが一瞬で釣れとる。そこにギルが溜まっとると。うんうん、バッタと思って。うんうん、めっちゃ喜んでる。本当だ。使う？いや、いける？使うのいける。ことはここのバスでさ、うん、ギル食べてる感じ。可能性は高いよな。あ、ダッチのフックを、うんうん、スクラッチにつけたらいいって聞いた。うんうん、良さそうだな。とても。ん、釣り人？さっきの。うんうんうん。今年初めてではないよ。来てるよ、何回か。今年多分1回だけ映像にしたのは。入っとるように見える。うん。もはや入る。上は見え。今日は見てねえな。うんうん。これ悲しくないですか。これね、とてもね、考えさせられる問題ですよね。こんなのね、管理してる方々にね、置かせてしまうっていうのはね、まあ、釣り人としてね、恥ずかしいことだなと思います。でもね、すごくね、理解のある管理者様だなっていうことはね、思います。しかしね、この中にね、わざわざゴミをね、捨ててる人ね、いますよ多分。これはどうなのかなと思いますよ。自分のゴミはね、ここに捨てて帰らないようにね、しましょう。ゴミ缶といってもね、この中がね、空っぽになる状態がね、まあ、好ましいかなっていうふうにね、僕はね、思います。皆さんね、ルールとマナーを守ってね、釣りに楽しみましょう。タバコもね、吸うのはいいんですけどね、捨てないようにしましょう。
タバコね、多いですよ。タバコダメですから。ごめんね、ダメですよ。酒飲んでるのはもう持ってのほかです。持ってのほかですからね。ん？ああ。サンキュー。やばい、やばい。糸が。うん。サンキュー、ありがとう。どんな？全然ダメ？何も見えん。ああ。もう一箇所行く元気ある？あるある、はい、もう一箇所頑張りましょう。移動。ここでね、昨日ね、NY さんがねアフターのね、メスっぽいゴジャットをね釣りました。よっちゃんさんにもね、この池紹介したんですけど、二人ともね、ゴジュアップ釣ってね、紹介者の僕がね一番釣れてないっていう感じなんですけど、今年はまだね、僕はここではね釣っておりません。みんなビーブル投げてるから僕もビーブルにしようかな。軽トラの人がどうしたの？釣りをしとる。あ、あの人釣りの人やった？多分ヘラブナ。そうなん？うん。水入ったんじゃない？で、これなんかめちゃくちゃレアな理由で使ってるな。お父さんが作れた。ふるや。お父さんがそれ使われた。うん。それで変な音するけど急に飛ぶよ。まあ俺の中では割とちょっとなつもりなんだけど、変なところに引っかかっとんだけど。こいつを使いたいの。メガバス結構いい。ここまで。メガバス2個だけだよ。いやでもめちゃくちゃあるよ。いろんなのが。サムルアーズだろ。サムルアーズだろ。OSP だろ。バンタムだろ。エプスだろ。ボトムアップだろ。ジャッカルだろ。スミスだろ。今勝つだろ。まあジャッカルだろ。ジャッカルが多いの。ジャッカルがむしろ多いかもしれん。一時ジャッカルマニアでもあったわけだっけ。え？車にあるやつ？
ああそうそう、それでその時にカバクロめちゃめちゃ気に入っとった。釣れるよカバクロ。いろいろなバックスライドワームずっと出てきてから、まあそりゃいろんなあるけど、なんか知らんけどカバークロが一番なんか使いやすかったような気がする。でも俺と同じことを思っとる人がおるけ復刻するってことだろ多分おるおる。どうだった？うんうん。そうそう帰る？うん。ではね釣り。ん？ではね釣りを終わろうと思います。まあ今日はね2人をね2人にね来てもらいました。じゃあお疲れ様です。ありがとう2人とも、うん、まあ今日はちょっと釣れなかったけれども、まあね2人がおったけもうとてもね楽しく釣りできました僕はではご視聴ありがとうございました。またね別の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。